やったー、ケケです。今日のコメントはですね、シリーズ系やってほしいとのことでね、前回の動画でおすすめの動画とか企画を募集したんですけど、まあ、シリーズ系もやってほしいということでね、まあ今枯渇動っていうのやってるんですけども、まあ、そういうのは、俺の中ではシリーズ系だとあんま思ってなくて、がっつりね、それこそライキさんがやってたスキンヘッドとか、そういうのがやってみたいなと思っててね、いろいろね、案が出てるんですけども、ちょっと片っ端から近いうちから始めていこうかなと思います。まあスキンヘッドはしたくないんですけどね、罰ゲームで。スキニーヘッドならいいよ。頭からスキニーズボンをぶっかぶるっていう。はい。ということで、今回やっていこうと思うんですけども、今回ですね、こちらの、グローバル大会やっていこうと、ちょっと待って。みんな、下の、こいつはちょっと、マジ知らない。てか、苦手だよな、明らかにこれ。サドンデス大会。でも、すでに21勝の時点で3敗してるんですけど、まあ、なんか、なんつうか、今回やっていくのは負けるまでなんですよ。で、このね、7敗合計して、掴みました。サドンデス大会の核心。絶望の淵で掴んだ。こちらのデッキですね。このライトニング、マズネクロイジャイ。で、スケラが強いんですよ、サドンデス大会。ランバルとかにも勝てて。なんですけど、そのスケラに強いマズネクが一番上にいるというところで、ランバルにちょっと弱いんですけども、頑張ってライトニングとかで守ったりしながらね、攻めていけるんじゃないかというところで、今回こちらのデッキ使ってやっていきましょう。負けるまで。いきます。いつもいっぱい！さあ、来ました。よろしくお願いします。まあ、サドンデス大会もね、一文字、イを付け足すだけで、サイドンデス大会になるんですよ。って考えると日本語ってすごい、あ。おー、ロイジェか。まあ、ロイジェ対決は悪くないんじゃないかなーって思うんだけど、どうだろう。これちょっとこっち側も攻めてみたいな。変な位置からロイジェ出していって、まあ、マズネク出すじゃん。で、スキルは絶対打つ。で、これ墓石で、タゲ変わる。オッケー。ザッピーが優秀ですね。ちくしょう。いや、オッケーオッケー。マズネクすげえな。相手5を使った後だったんで、もうガンガンにマズネクは刺さっていきます。さあ、ここも後ろからロイジェ出していって。さあ、ここは。あ、やべ。まあ、5打たれるでしょ。いや、これね、別に5打たれても許容しちゃって、次の攻めにつなげちゃえばいいや。LSP 飛んだ後にスキル使っていって、まあ、あとは適当にどっかにライトニングとか、いい感じになるんじゃないかな。いや、ここ2周目ロイジェしてから、あ、ライトニング圏内だ。OK! ということで、さあ、しっかりと刺さっていきましたね。まあ、ザッピーとか、まあ、墓石とかがね、ロイジェ対決に強いんで、このマズネクロイジェっていうのは、割とロイジェ対決ではね、優位に立てる方というところで、勝ってきました。2戦目いきます。さあ、来ました。ロックスター。スターが来たよ。とりあえず、俺は初手だと墓石を、さあ、逆再スキーなしって、まあ、負けるまでだからね。うわー、これやばいなー。これやばいよ、やばい。どうしよう。守れるかな。ランバー来るじゃん、絶対。ランバー来たときは、どうしよう。ライトニング打っちゃおう。あ、それは美味しい。ちょっと一応打ってくる。カウンターもしとく。タルボが使ってくれたからね。ここタルボが使わせたのなんか、将来的にでかい気がする。いや、このザッピー、多いでしょ。キング起動していって、ザッピーが多い。ザッピー多すぎでしょ。そうでもなかった。あんなにいたのに。一旦墓石置いて、墓石もあんま切りたくないんだけどね。おいしいおいしいって言ってんじゃん。おいしいおいしい。さあ、ライトニングって言って、どうせフリーズ来る。来たらザッピー。ああ、来ないならロイジェイ。来ないならロイジェイ出すんだけど、これスケキンのスキル使うか使わないか問題あるんだよね。まあ、フリーズこれ、ここで防衛で。ああ、なるほど。おいしいおいしい。そうでもないけどね。一旦こうして、まあ、マズネクは割と雑に使っていいかな。はいはいはい。いや、やばいそれ。やってることやばいって。キュー！オッケー。この組み合わせで守っていけば、基本守れると思うんですよ。で、インドラがないからね、相手に。ああ、もうランバー切ったら逆サイルージャーしていいっすわ、これ。で、フェニックス。
まあ、一旦トリトンであいつはしばいて、からの、ボーラーも引っ張れるんで、ボーラーはスケキンで挟んでいってと。オッケーオッケーオッケー。いや、いい感じ、いい感じ。割といい。で、こっち墓石置いていって、いや、マズネク先輩頑張ってくれてますね。あ、ここはこうして、おー、すごいなんか。一旦墓石で上に釣って、まあ、フリーズ使った後なんで、マズネクだけでも守れますよと。ボーラートリトンで早めにボーラー引っ張っていって、スケキン。このスケキンが大事。で、もう一回マズネク出して。マズネクもきついからね、相手。行っちゃえば。行っちゃうけど、俺。うわ、そのフリーズめっちゃいいな。ちょっと待って。あ、やばいかも、これ。やばいな。一発は入る。ただ、ここ、行こう。で、ライトニング構えましょう。ちょっと汚い防衛だったな。もう一発。うおし、よかった。ヒヤッ、あ、ちょっと今のライトニングな。あれ、フェニックス当たってなかったかな。当たってたけどな。当たってませんでしたね。失礼。さあ、ただライトニングは足じじ。よしよしよし。ライトニングであることによって、こういうデッキにもね、勝ちやすくなれてると思います。いや、もともとファイブで使ってたんだけど、さっき負けて、普通に掴んだ。あ、これライトニングの方がええやん、つって。オッケーオッケー、いいね。負けるまでだから、負けなきゃ負けない。だから、残り2日と2時間なんですけども、それまで多分負けないと思うんで、動画があるのが2日と2時間後になるかな、今の時間から。ありがとう、ありがとう。3レベルです。どんどん行こう。サドンデス大会ってさ、こういう感じでテンポよく進んでいけば早く感じるけど、5分なんだよね、しっかり。5分って昔のクラロワの時間で、昔5分だったけど、あ、5分だよね、そうだよ。で、最近ではないか、もうだいぶ前にね、4分になったんですけど、その時はめっちゃ短って思ってたけど、今逆に5分だと、長って感じるもんね。サドンデス大会すげえ長えって思う時あるもん。フルまで行くと。これすごいよね。さあ、スケルトンの王を出していって、さあ、これもライトニング光りますね。光る。ピカドン。なんかすげえの入ってんな。ババ小屋マジで久しぶりに見た。弱えだろうな、ババ小屋。でもこういう時には強いのかな、もしかして。さあ、ここザッピー出していってからのロイジェですね。オッケー。あんたにポイズンを使わせたかった。で、ここは、マズネクで対応。スケキンも挟んでいいな、これ。よしよしよし。で、このスケキン逆サイにあることによって、逆サイ一旦相手守るんですよ。そうなったことによって生まれるこのライドラの隙。これを、キングキドしていく。ちょっとこいつ危ない。よし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 。で、ライトニング使った後はそうっすね、ライドラに注意って感じなんですけど、ここは一旦ロイジェ出していって、で、ババが来ると思うんで、マズネクでね、ババ小屋を叩いていきたい。このババをブバにしていって、プレッシャーをかけていくと。いや、てかさっきさ、マジ熱々のカレー食ってさ、めっちゃ喉痛いんだよな。やけどしたわ、マジで。最悪。ああ、このザッピーにもポイズン打ってくるか。まあ一旦スキル使って、墓石から入ろうかな。まあ相手はほぼエリゴレかゴレでしょう。エリガ、それそれそれ。ただここは処理できると。危ねえ。さあ、ポイズン使った後は、まずネクツですね。墓石で耐えていって、ここはこのヒーラー3体に打てるんで、ライトニングっていきますと。で、これ逆サイの短期ロイとかが意外と強かったりするんで。そうですね。まあ多分ババ小屋が来る。そこをザッピーとマズネクで狙い撃ち。まあまあこれもボイポイズンかな、多分。で、ボイポイズン来たら逆サイロイジェですね。来ないんだ。さあ、ここライトニング打ちます。ライトニングって豚にして、で、こっちスキル。本命はこっち。
で、左側はまずネック一体で回収と。いや、スキキンが入ってね。優秀。立派。いや、ライトニング型マジ強いわ、これ。弱点。バルーンが5だと弱点だったんですけど、そこもね、ライトニングにすることによって、だいぶ抑えれるんで。いや、これマジいける気してきた。こっから行くわ。行きます。さあ来ました。まあ、さっきは、同じ相手じゃね？エリゴレの方？よろしく。さっきは無限なんて言ってたんですけどね、実は俺のロイヤル大会動画一応ルールがあってね、ランキング入るまでか、負けるまでみたいな、毎回やってるんですけど、普通にワンチャンいけそうだから行っとこう。って言ってこれ負けたらどうしよう。この真ん中まずネク、非常に嫌ですね。嫌な感じがする。これやばいか。ここに打つ。ちょっとワンチャン緊急したいな。できた。ちょっとやばない。え、ちょっと待って、それ違う、それ違う。そうそうそう。いや、やばいやばいやばい。え、ちょっと待って、これ、え？あれ？あれ？ちょっと待って。え、ちょっと待って。え？え、ちょっと待って。はっ！なんで？あー！あー！ご視聴ありがとうございました。